皆さんこんにちは、東北キリトンです。今回は私と一緒に理想的なブレーキのかけ方でも練習しましょうね。鉄道会社によって様々なブレーキのかけ方がありますが、今回は JR でよく見かける一段制動海岸緩めをやっていきます。一気に強めのブレーキをかけて徐々に緩めていくブレーキのかけ方です。ブレーキをかけるタイミングは勘でやってもいいですが、架線中、標識、分岐器など目印を覚えておいて、そこからブレーキをかけるというやり方もできます。もしくは、ホームに進入する速度を覚えておいて、その速度に合わせるという方法もあります。今から運転する京葉線の終了編成の場合、ブレーキは B5 で65キロくらいでホームに進入してちょうどいいんですよね。まあつべこべ言わず、とりあえずやってみますね。ここだと思うブレーキ開始地点に来たら、一気に B5 でブレーキをかけます。65キロ程度でホームに入れました。ちょうどいいですね。ホームに入ったら、停止位置まで残り40から60メートルで30キロになるように、ブレーキを調整します。難しいですが乗り心地を考慮して、この時に一度弱くしたブレーキを再び強くする込め直しは、できるだけ回数が少ない方が理想的です。残り10メートルなら10キロまで落ちているといいかな。あとは微調節します。残り距離を非表示で運転する場合は、体感残り110メートルで速度が50キロ、50メートルで30キロになるように速度を調節したらうまくいくと思います。知りませんけど。電車が遅れている時や、残り時間に余裕がない時は、強いブレーキを使ってブレーキングにかける時間を短くするというやり方もあります。強いブレーキをかける時は、乗り心地を考慮して、B3 程度の弱いブレーキを挟んでから一気にかけます。動画の京葉線の場合は、B7 で80キロでホームに入るとギリギリ止まれるんですよね。強いブレーキのまま止まると、停車時の衝撃が大きくなるので、きちんと弱いブレーキにしてから停車させます。強いブレーキから緩めながら停止位置ぴったりを狙うのは難しいです。前回と同じ速度からのブレーキングでしたが、タイマーでブレーキングにかけた時間を測ると、8秒ほどタイムを短縮できましたね。うまくいくとブレーキングだけでも1区間で5から8秒ほどタイムを縮められます。たったの数秒でも積み重なると、5駅先でもうまくいけば30秒程度遅れを回復できそうですね。逆にブレーキが下手だと、それだけ遅れるということでもあります。情報量少なめの解説動画でしたが、今回はここまでにしますね。最後までご視聴ありがとうございました。